甲州湾咀嚼地、甲州湾咀嚼地、甲州湾咀嚼地、ジャヨ蛇ョベ兵は、ドイツ帝国が中国北部の山東半島南海岸に所有していた咀嚼地。甲州、現在の沈田押の一部の東南にハート型に食い込んだ甲州湾水面全域と湾の入り口の両側の半島が領域であった。面積は552平方キロメートル、位置は、 北緯36度7分24.44秒、統計120度14分44.3秒、1898年から1914年まで存在した。公衆安咀嚼地は当時、公衆の発音に基づき、ドイツ語では、キヨチョ、英語では、カウチャウ、キアウチャウ、キアオチャウとローマ字化されていた。州の行政中心地として、ドイツは、 ワイン入り口東側の半島に賃貸を、人頭現在の表記、賃貸を建設した。19世紀の帝国主義拡大の時代、統一を達成したドイツ帝国でも、他国同様に植民地獲得への意識が高まり、これが中国におけるドイツ植民地建設へと大きく影響した。さらにドイツ植民地帝国の特質として、植民地は母国経済を支えるのが、 理想的だという理念があった。このため多くの人口を抱える中国はドイツ製品の輸出市場として大いに注目され植民地化標的になった。マックス・ベーバーのような思想家も政府に攻撃的な植民地政策を取るよう求めている。当時、世界の非欧州市場の中で中国市場は最重要と考えられ、その開放や閉鎖は列強にとってまた、 ドイツにとって死活問題となった。しかし世界的な軍事的影響を力なくして世界政策の寄港先ともなる港が必要だった。中国での港湾確保は別の目的も伴っていた。艦隊増強によるドイツ国内外での強い緊張を考えれば中国におけるドイツ植民地はドイツ海軍の宣伝場所にもなるべきだった。公衆湾咀借地は初めから 模範的植民地を目指して建設された。すべての設備や行政機関、その能率の良さなどは、中国人、ドイツ国民、そして世界に対して、軍を抜いて、効果的なドイツ植民地政策を見せつけるものになるべきであるとされた。1860年、プロイセン王国の遠征艦隊がアジアを訪問し、この際、甲州湾周辺地域も調査された。 翌1861年、プロイセンとキヨシの貿易協定が調印された。フェルディナント・フォン・リヒト法編は1868年から1871年の中国探検の後、広州湾を理想の艦隊基地として推薦している。日清戦争後の1896年、当時ドイツ東洋艦隊の司令官だったアルフレート・フォンティル・ピッツ提督はこの地域を個人的に 調査した。ドイツは三国干渉で共に、清氏に対して、恩を売ったロシア帝国やフランスに比べて、中国での足場を築くのが遅れ、まだ他の列強の手のついていない地域を物色し、最終的に、三島半島に目をつけた。1897年11月1日、三島省西部の巨谷県、巨谷県、現在の沢市で、 ドイツ人宣教師二人が殺される事件が起こった。この大カ屋事件はドイツのビルヘルム二世皇帝にドイツ人宣教師の保護という侵略の口実を与えた。新国政府中央がこの事件の詳細を知るより前に上海にいたドイツ東洋艦隊司令官オット・フォンデデリヒスは11月7日に公衆案占領作戦開始の命令を受けた。 彼は1898年3月7日まで、軍総督の地位に就くことになる。11月14日、ドイツ海兵隊は、長期航海途中の上陸と、陸上訓練等を口実に、終盤に上陸、戦闘なしで、ニカワ王の総兵我門にいた新国兵たち1000人以上に、退居を命じ、湾岸全域を占領した。新国側はこの部隊を撤退させようと、無駄な努力を続けた。 11月20日、清市独交渉が始まったが、翌1898年1月15日、宣教師事件の和解という結果で終わった。数ヶ月後の3月6日、ドイツ帝国は、独清市条約を結び、広州湾を99年間申告政府から咀嚼することになった。この咀嚼地に、 この周辺最大の公衆の町は含まれていなかったが、湾の水面全部と湾を囲む東西の半島、湾内外の島々は咀嚼地となった。その周囲の幅5 0トルの地域は中立地帯となり、ドイツ軍の通行の自由が全面的に認められ、ドイツ政府の承認なしで中国側が命令や処分を下すことはできなくなった。6週間後の4月6日、この地域は 公的にドイツ保護下に置かれ、1899年7月1日には条約校として開校した。この時点で咀嚼地内の人口は8万3000人であった。新独の咀嚼契約の結果、中国側は咀嚼地内及びその周囲の幅 50km の中立地帯のすべての主権を放棄することになった。公衆安装特府は、 ドイツ帝国の主権にありながら、なお新国の領土であったが、咀嚼期間内は、ドイツの保護国としての状態が続くことになった。さらに、新国政府は、ドイツ帝国に日本の鉄道敷設圏と周辺の鉱山、炭鉱の採掘圏を譲渡た。ドイツ保護下の甲州湾咀嚼地以外の山、東省各地もこうして、ドイツの影響下に入った。咀嚼条約は、 ドイツの勢力拡大に一定の歯止めをしたにもかかわらず、ロシア、大連、イギリス、イカイエー及び香港外側の深海、フランス、甲州湾への同様の十九年間咀嚼に次々とつながってしまった九は九につながり、九十九は久々となり永久の意味になる。イギリスが深海を咀嚼した例は典型である。この保護領には、 ドイツ艦隊の母校であり、艦船への燃料補給とそのための石炭採掘という役割を持ち、さらに、ドイツ海軍の名声を高めるための場所という重要性があったので、公衆案創着地はドイツ外務省植民地局、1907年以降の植民地省、ライクスコローニアラントではなく海軍省の管轄となった。のトップは、総督、ガバナ 5人の歴代総督はすべて海軍将校で、海軍大臣ティルピッツから直接任命された。総督は、咀嚼地内の軍事指揮権と行政権を握っていた。軍事は副総督、海軍軍令部長が運営し、行政は民政部長が運営した。その他、公衆湾咀嚼地で重要な機能を果たした官僚は、公安、都市建設部長、1900年以降は裁判所。 高等裁判所の判事及び中国問題部長であった。総督府参事会が及び1902年以降は中国人委員会も総督の諮問機関になった。財政部、建築部、医務部は総督の直轄であり、これらは健康で快適で、経済や貿易が順調に回る模範的な植民地づくりという任務にあたって重大な役割を果たした。 独自通貨、賃貸をドルを元とする厳格な金融制度、輸出入の関税の自由化、中国人からの土地の買収と測量によって、土地を安全に取引できるようにする制度、不当やドックの整備、ヨーロッパ風で建築規則の厳格な街並み、移住させた中国人用の区画作り、街路樹の整備やゲ山だった周囲の山々への植林、上水道と下水道、病院や小学校、 ドイツと清の共同出資による特化大学などがこの地に実現した。小さな港町だったニ川沖は緑が多く商業、法制度の整った一大商工、チンタオへと発展を遂げた。チンタオは、不当やドックの使用量を、農産物や石炭の輸出で多くの歳入を得た。公衆湾咀嚼地はそれ以上に艦隊を宣伝する場であったため、海軍省は、 経済や、後には、文化の発展に力を入れた。最初の総督・クルトローゼンアール、1898年3月7日から1899年2月19日は、海軍基地建設のみに集中し経済や都市整備などを無視したが、後退させられた後の二代目、総督・オットーフェルディナント・パウル・イエシケ、1899年、 2月19日から1901年1月27日の第2話、植民地都市建設が加速した。第3代総督マックス・ロールマン、1901年1月27日から1901年6月8日。第4代総督、オスカー・トゥルッペル、1901年6月8日から1911年8月19日。第5代で最後の総督アルフレート・マイヤーイコール。 バルデック、1911年8月19日から1914年11月7日と、すべて海軍将校が続いた。第一次世界大戦開戦直後、日本はドイツに対し、公衆安咀借地を中国に返還する、要最後通帳を発した。その最終期限の1914年8月23日、日本は、対独戦線復刻した、日独戦争。 ドイツ東洋艦隊は湾の閉塞を恐れ、ドイツ本国へ開港しようとしたが、開戦時には、主力はすでにチンタオから脱出していた南米のフォークランドを機械船で敗北した。9月、三島半島に上陸した日本軍は、甲州湾を目指し陸路ドイツ軍との戦闘を続け、湾の内外でも艦船同士の戦いがあった。10月31日からのチンタオの戦いの結果、 1914年11月7日には、甲州湾は、日本軍が占領した。なお、日独戦争開戦直前に、陳太を脱出した、軽巡洋艦 M 電のインド洋での活躍は有名。第一次、大戦参戦にあたり、日本が、ドイツ政府宛に発した、独国政府に、洋へたる帝国政府の勧告、8月15日では、甲州湾咀嚼地、 人体の全部をシナ国、中華民国に還付する目的をもって無償条件に日本帝国関係に交付することを要求しており、公衆湾租借地の解消とシナ国への返還は当初からの予定であった。しかしその商業権益は日本政府及び日本人が引き継ぐべきと考えており、一方で中華民国側は日本軍による戦時占領を即時解除して、 中華民国側に引き渡すよう要求したことから、陣太を占領後直ちにこの認識の違いが問題となった。日本はドイツと改戦しているのであって、戦時国際法により、ドイツ海外領土である公衆安創着地の軍事占領を継続する必要があり、返還を含めた最終協定はドイツとの講和条約を待つ必要があ。日本政府は、 遠征外大統領と直接交渉を行うことで、事態の打開に動いた、大化21カ条要求交渉。この結果作成された2条約13公文により、三島省の権益は、正式に日本が引き継ぎ、また陳太郎は、ドイツ講和まで日本軍が統治することとなった。陳太郎守備軍司令部が1917年10月まで、軍政を敷き、その後は、 民政長官が行政を行っている。この時期、ドイツ風の街路や、周囲の地名はすべて日本語名に変えられた。上尾三海、由井三枝が、チンタオ守備軍司令官を歴任している。それなりに成功を収めたドイツ支配に対し、日本軍軍政は、現地人から冷たい目で見られたとする文献もある。1919 19年パリ講和会議では、 公衆安咀嚼地はドイツから中華民国に直接返還されるべきとする中華民国側の主張は知り添けられ日本に譲渡されることになり中国の民衆や学生は強く反発した特に5四運動すでに高まっていた中華民国のボイコット運動などの影響や国際的な報道キャンペーンの圧力の中日本は当初の予定通り公衆安咀嚼地を放棄することを決定し 1922年12月10日に日本は中国政府に広州湾を返還した山東幹部。広州湾地区は中央政府直轄の特別地区、三河沖商府となった。この際外国人の地方行政への賛成権や三河住鉄道の経営権の一部の日本への譲渡が取り決められたが、すでに三島周辺の対日環状は極度に悪化しており、 これらの合意は実施されず権益は無視され保護されることはなかった。この時期の三島省には2万人の日本人居留民が住み、この後も日本軍は1927年から1928年にかけ三島出兵を行い、1937年から1945年にかけても鎮貸を占領統治している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。